可愛い衣装にも慣れたよ。ダイビングスーツだってボディラインが出てるし、何でも慣れたね。婚約
今日の課題は何だろう。可愛く歌って踊って。汚れを知らぬ純白の浜辺にこのヨハネの存在を刻んであげ、あちちちちち、サンダルサンダル、誕生日はお祝いしてもらうだけじゃなくて周りのみんなにもありがとうって言いたいな。